新しい心臓、さらなる能力。 Mac mini は最も柔軟に使える Apple のデスクトップコンピューター。何でもできるこの1台を Apple 製の新しい M1 チップが次のレベルへ連れていきます。 CPU 性能は最大3倍高速、グラフィックスは最大6倍高速。Apple で最も先進的なニューラルエンジンによる機械学習は最大15倍高速。想像をはるかに超えるスピードとパワーはあなたの仕事に遊びに想像力。飛び切りのチップで飛び抜けたグラフィックス、8コア GPU、 最大6倍速いグラフィックス性能。どうもこんばんは、キュイン徳川です。いやー、僕がね、購入した、この間購入したね、2020年モデルの Mac mini、 これ本当にいい買い物したなと思ってますよ。僕が3ヶ月前に購入したものなんですけども、いやー本当にね、最高ですね。めちゃめちゃいい仕事してくれてますね。だいたいね、本体価格が今回の Mac はすごく安かったんですよ。僕のね、3ヶ月前に買った、2018年モデルがちょっと安くなって、2020年モデルと名前を変えて出てきた Mac mini なんですけども、まあ僕が買ったのはね、メモリが 8GB のやつで、それに自分で 64GB のメモリをね、買ってきて自分で載せ替えました。これがね、 Apple Store でお願いすると10万円のところをですね、なんと4万5000円で、64GB のメモリマシンがね、手に入ってしまう。そしてあれですよ、グラフィックボードが内蔵のものだとしょぼいので、そこもね、僕はね、バッチリ強化しましたよ。まずね、外付け GPU ですね、 eGPU ボックス、これがね、レーザーの Core X Chroma っていうね、これもね、5万円するもう最高のね、 eGPU ボックスを買って、でそこにですね、これまたね、最高の、グラフィックボードね、 MSI の、Radeon RX5700XT っていうね、今、現在、Mac で使える最高の、グラフィックボードを搭載して、Mac mini にサンダーボルト3で接続してですね、使っております。もう最高に早いですね。僕の、メインのその用途としてやっぱり動画編集、 4K の動画編集なんですけども、ダヴィンチリゾルブでの書き出しがですね、もうサックサクで、もう本当にね、満足して、もうムカつくんですよ。改めまして、どうもこんばんは、キュイン徳川です。冒頭の下手くそな茶番にお付き合いいただきましてありがとうございます。いやー、でもね、やっぱちょっとショックを抑えきれないというかね、やっぱり僕と同じ気持ちになってる方多いんじゃないかなと思うんですよ。まあ、Apple Silicon っていうね、公式の発表っていうのはだいぶ前にあって、その後で僕は Mac mini 2020年モデルを購入したんですけども、やっぱなんやかんや言うて、そのアップルのね、その CPU がごそっと変わる、心臓部分が変わるっていうのは、古くからアップルのコンピューターを使ってる身としては、やっぱちょっと、ま、ここは待ちかなみたいな、ちょっと様子見した方がいいんかなみたいな、どうせあれでしょって、モバイル系のチップが搭載されて、別にそんなスペックアップとかそういうことじゃなくて、ただ単にそれはアップル社が自分とこのパーツだけで構成してもっと儲けたいだけでしょみたいなね、そういうイメージがあったじゃないですか。なんせね、インテルのチップをアップルが採用し始めてからというもの、Mac というコンピューターはすごく安定性が増して、サクサク動くようになって、ああ、これで安心して Mac を使えるなと、うん、いいパソコンになったな、ということで、僕もこの10年間ね、アップル信者を続けてきたわけですよ。で、まあ突然またアップルシリコンだとかって言い始めて、あ、これはダメですよと、いやそんなことないですよと、ここはやっぱりインテルでしょということで、僕は Mac mini を買ったわけですよ。もう本当に3ヶ月前ですよ。でも蓋を開けてみればですよ、何なんすか、めっちゃいいらしいじゃないですか。っていうか、インターネットが、アップルの M1 Mac すごい、めっちゃ早いっていうね、そういう話題で持ちきりなわけですよ。もう全然早いやんみたいなね。だからね、ちょうどこのアップルのね、Mac ユーザーの方がちょうど今買い替えかな、そろそろ買い替えかなって思ってたこのタイミングで、アップルシリコンっていう、新登場、もうアップルのパソコンの歴史がここで塗り替わりますみたいな、このタイミングとちょうど買い替えのタイミングが、このシンクロした人はすごくいいんでしょうけど、まあ、僕みたいに最後の最後のインテルマックを買ったばっかりでウェイってなってた、ついこの前までウェイってなってた人からしたら、おい、ちょっと待てよと、
いう気持ちにね、なってるんじゃないかと思うんですよ。ああ、いやそれでね、また僕は2017年の MacBook Pro っていうのも持ってまして、でそれをね、またこれまた10万円ぐらいかけて修理したばっかりなんですよ。もう外装までピカピカになって戻ってきたばっかりで、もうこれをサブ機として活用してやるぜみたいなことを言ってたんですけども、本当にね、今回のことは悔しいですよね。なので、とりあえずどんなもんやねんということでね、ちょっと連れて帰ってきてしまいましたね。僕ね、これね、はい、これ MacBook Air です。 MacBook Air の吊るしです。吊るしの上位モデル、88の 512GB っていうやつね。これ買ってきてみました。まあAir を選んだんですよ。まあ本当にMac mini はもう本当に買ったばっかりなんで、まあこれは、まあ、使い続けようという判断ですね。で MacBook Pro は2017年モデル、これも修理したばっかりなんで、これも使い続けようという判断で、で、じゃあ僕は Air というのはこれまで買ったことがないし、これは別にこうね、まあ、三大体制で、運用していってもいいんじゃないかという、まあなんていうか自分への言い訳としてね、まあちょっと開けていきますよ。どんなもんなのか、インターネットのね、噂に振り回されるわけじゃないんですけども、まあ、自分の目で確かめないと納得がいかない。それでもやっぱりインテルの方がいいんじゃないのという気持ちもまだちょっとどこかに残ってます。だから実際にちょっと使ってみて、本当に良ければね、Mac mini も MacBook Pro も M1 にね、全部乗り換えるっていうことももしかしたらあるかもしれないですけど、とりあえずこの Air で最新の Apple Silicon M1 の能力をちょっと体感して知っておこうかなということですね。でまたこれね、ゴールド選びましたね。これちょっとおもろいでしょ、こんなゴールドとか初めてですよ、こんな。はい、で内容物なんですけども、デザインドバイアップルカリフォルニアの、いつもの紙と、それから、これね、電源用の USB タイプ C と、あーまたこれちっちゃい、これちっちゃいアダプターついとるね、これね。はい、これだけでございます。吊るしですからね、でもね、言うても吊るしですから、CPU でね、何ですか、ストレージも 2TB とかにしてやってもよかったんですけど、まあいいじゃないですかね。 M1 チップの MacBook Air 開封いたします。あー、もうどんだけ俺 Mac 買うんや、どんだけ最近 Apple 製品に振り回されとんや。なかなかでもこれ美しいね。これなんか金色というよりなんかピンクに見えるんですけどね、僕はね、まあ、僕がねこれを使ってやりたいことは、まあ事務処理と、それからこれね、またこれずーっと僕もこれ言い続けてるんですけど、やっぱりね、生放送を Mac でやりたいなっていう気持ちがやっぱどこかにちょっとこう引っかかって残ってて、今僕が毎週土曜日にやってるね、取るに足らないことっていう生放送はですね、Windows を使って配信してるんですよね。OBS っていうのはやっぱり Windows と相性が良くて、すごく安定性が良くてですね、すごく僕が使ってる Windows はしょぼい3万円ぐらいで手に入る Windows マシンなんですけども、それでも十分フル HD60p のね配信ができてしまうというものなんですよ。ただ最近ね、その配信サポートのお仕事が増えてきまして、でそのたんびに、僕はこのいつも使ってる Windows マシンをですね、全部セッティングをばらして、でそれを全部カメラバッグに詰めて運んで、また会場でセットアップしてっていう感じでね、やってるんですよ。それがねすごくねめんどくさくて、僕が使ってる Windows マシンってこのミニ PC なんですよ。だからモニターがついてなくて、モニターをね、会場で借りないといけない、別で用意しないといけないっていうところがすごくめんどくさい。配線も多いし、電源も多いしね。ということで、やっぱりノートブック型がいいなと。配信のサポートの仕事をこれから続けるのであれば、ノートブック型がいいなということで、M1 Mac ね、性能が高いらしいじゃないですか。
性能が高いということは、生放送もより今までより効率的に安定性を増してできるんじゃないかということで、まあ、それが試せたらいいのかなという感じです。はい、ちょっと話がまとまってませんですけども起動いたしますよ。はい、おお懐かしいな、このズーンは懐かしいよ。これ日本語を使用するにはリターンキーを押してください。だからまあもちろんね、これでね、動画編集とかすることもあると思います。まあ、早いらしいじゃないですか、動画編集もね。で、アップル、僕がメインで使ってるアップルのファイナルカットプロ10とか、それからダビンチリゾルブ17スタジオも、この M1 チップの Mac に最適化されてるらしいじゃないですか。ということは、本当にね、まあ、理想を言えば僕の生活、暮らしを支えてくれているアップルマシンは全部この M1 チップの新しい Mac にごそっと入れ替えるぐらいのことをね、するのがいいんだと思うんですけども、まあ、そうもいかないじゃないですか。だって3ヶ月前ですよ。Mac mini 買って安い安いって放たれてる場合じゃないですよ。だってそこに 64GB のメモリ自分で買ってきて、自分で蓋開けて交換して、で eGPU ボックス5万円、そこに GPU 入れて5万円ですから、結局はね、35万円、40万円弱はね、結局かかってしまってるわけですよ。だからもう多いするとそれは手放すわけにはいかんと。インテル Mac、 最後のインテル Mac になるかもしれんけどね、これは僕の Mac mini はもう大事に使いますよ。うん、だからとりあえず僕ができる最大のレジスタンス、抵抗は MacBook Air の吊るしで買ってやったぜということですよ。ただ僕と同じ状況の人からしたら、まだそんなそうやって言ってるだけでしょって、どっかに穴があるはずやって思ってると思うんですよ。僕がその穴見つけてやります。 M1 Mac のね、穴を僕が見つけてあげますよ。さあ、じゃあもうがっつりいっちゃいますか。Google Chrome を入れて、それから OBS を入れて、 OBS がこの M1 に対応してるのかどうかっていうことなんですけど、あ、共有しようとしています。はい、 OK です。うん、これで俺の MacBook Air になりましたね。これでね、じゃあこれで僕のとりあえずの目標である、目的である OBS を使って、一眼カメラの高画質生配信っていうのをちょっと今からテストしてみましょうかね。うわー、出た Google Japanese Input。 これね、 Google 日本語入力を僕はいつも使ってるんですけど、 Google 日本語入力を M1 Mac にインストールしようとすると、ロゼッタをインストールする必要があります。今すぐインストールしますかって出ましたね。ロゼッタ2で Google 日本語入力が動作するということですね。これすごいね。コピーが終わったらホーンっていうすごくいい音がするね。はい、という感じでダウンロードが終わりました。M1 Mac、 僕は MacBook Air でね、 M1 Mac の、 力というのをね、見てみたいと思います。まあ何かありましたらね、引き続き僕のチャンネルで、弱小チャンネルながらもですね、情報を発信続けていきたいと思っております。はい、よかったらチャンネル登録して引き続き楽しんでください。で、これからですね、僕は、まずいつもの、Windows マシンでですね、メインチャンネルで生放送をしようと思います。そして生放送をしながら、この MacBook Air を、セットアップしてですね、で、撮るに足らないことのチャンネルの方で、この MacBook Air、 M1 の MacBook Air を使って生放送を試してみるというようなことをやってみようと思います。はい、ということで、続きは生放送でお会いしましょう。 See you in the next project。 ユイントクルーでした。バイバイ。MacBook Pro とは何だったのか。 M1 強いっすね。強いな。これ接続状態は非常に良好って出て、なんか困る機会が全くない。回線だけが心配。そう、なんか回線がね、今だから Windows とそれから MacBook Air が2つ同じ Wi-Fi のところに繋がって、どっちもフル HD なんです。